いただいてムービーさんに少し出してください。今ムービー撮ってます。絶対出してください。絶対出してください。はい、おはようございます。はい、ポーズ決めて。で、そのまま手振りいきましょう。手を振りましょう。はい。行かせていただければと思います。じゃあ、乾杯しません。はい。皆さん、こちらお願いします。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。左回りに行ってください。ポーズお願いします。ありがとうございます。岡田ゆりです。チーム名も言ってもらえますか。チームバケツ岡田ゆりです。チームモップ綾田ゆうきです。はい、ありがとうございます。もうすごい爆発しそう、もう心臓がすごいドクドクしてて今にも爆発しそうです。友達が受かって、あ、次私かもしれないけど受からないかもしれないってずっとぐるぐる気持ちが回ってたんですけど、受かれてよかったです。めっちゃ嬉しいです。元気ですごく明るくて、いくら寂しくても泣き顔をみんなには見せない兄で、何事もポジティブに捉える子です。はい、私が、何でもいいことに変えちゃうポジティブさがある兄になりたいです。そしてその気持ちで周りの人も笑顔にさせちゃうような子になりたいです。頑張ります。はい、ありがとうございます。毎年同じようなことを言ってるんですけど、選ぶというよりも兄が向こうからやってきてくれるっていう感じなんですよね。兄が作品の中でお父さんとお母さんを探しに出かけていくように、なんか僕たち選ぶ側の大人もなんか探しに行くのよ。でもなかなか兄もお父さんとお母さんなかなか会えないみたいに、会えないんですよなかなか。で今年も、先週やっていた二次試験の時に、この中に果たして兄はいるのかなってちょっと不安になってた時期があるんですね。 でも昨日今日と最終審査をやっていく中で、あ、いたいたっていう感じになってですね、さっき2人も自分で言ってましたけど、とてもポジティブなんですよねこの2人が、オーディションの中で。それがやっぱり決め手だったかなと思います。ありがとうございます。お二人に声をかけるなら、岡田さんとさんにどのような声をかけますか。いい感じじゃん。いい感じだよね。いい感じだと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、初対面？はい。あ、初対面。じゃあ印象教えてください。もう一目見ただけで、あ、この子は明るくて元気で、兄はアメリカ人ですけど、アニーを日本人に変えたそのままの子だなって思いました。すごいポジティブ。僕じゃなくてね、皆さんはい、チェキ座って近くで話しかけて答えてくれてすごく嬉しくて、めっちゃ面白いなって思ったんです。私がボケちゃった時も普通に突っ込んでくれるし、めっちゃボケキャラなの。ボケキャラとツッコミと、あ、両方やってる。両方です。はい、はい、長くは持ってません。あ、はい、はい。なんかこの子が兄とかいろんなキートとかやって共演できたらすごい楽しいだろうなって思って想像しちゃえて、そんな感じの子でした。はい。今もだよ、嬉しいよめっちゃ。ありがとうございます。兄はなんていうんだ、兄って、悲しい時はあるけど、それは心の中で受け止めて、表には出さない子で、で、私もそんな悲しくても周りの方を心配させたくないから、そんなに表に出さない派というか、はい、そこが似てると思います少し。はい、私はなんかいろんなことをいいことに変えちゃうところが似てるなって思ってて、
私は別にそうは思ってないんですけど、周りの子からなんかこうこうこうでさっていう日常的な愚痴がたまに来るわけですよ、うん、でもそれってこうこうこうじゃないって言って、ゆうきちゃんその発祥すごいねって言われるんですよ。だからもしかすると似てるのかもなって思います。はい、私のアピールポイントはですね、少したまに毎回少しずつ顔の表現を少し1ミリ変えていくので、そこそう毎回少し1ミリ変えていくの、そこを見つけていただけたらすごく嬉しいですね。はい、はい、私はところどころドヤ顔をしたいと思います。ドヤ顔が得意です。はい、そしてポンポンポンっていいことに変えちゃうところを、今までの中の兄で一番よく演じたいと思います。はい、そこを見てほしいです。します。はい、教えてもらってもいいですか。上白石萌音さんと矢比久友菜さんです。熊谷いろはさんです。はい、はい、理由言いますか。そうですね、はい。はい、一度共演したことがあるのですが、その時にすごく歌がうまくて可愛くて素敵な人で、あ、私もこんな女優さんになれて将来有名になれたらなって思いました。私もゆうきちゃんと同じく、あのモネさんとトモナさんと一緒に共演したことがあるんですけど、もう何も知らないのに名前だけ知ってる時、会った瞬間ニコって笑ってくれて、あ、嘘、優しいって思って、しかも歌も上手だしダンスも上手だし、すごく綺麗な方だったので見習いたいと思いました。大事だよ。2回目です。前は4年前、ちょうど4年前モリーを受けました。はい、私は3回目で、去年の去年に書類落ちして、去年に、あ、去年の去年だっけ、去年の去年か去年かどこそこら辺 にあの受けて書類落ちして、何を、兄かきとかそこら辺のところかな。あで、そので去年に一応兄役で受けて本選落ちしまして、すいませんでした。でいや大丈夫です。で今回3回目でまた兄役で受けて受かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うーん、小さいことだけじゃない。ない、あーっと、いや、お手洗い行きたいの。いや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 、なんだ、なんで、なに、高いところに登るところです。の登ることです。あー、そう、うん。私は何でもご飯に想像しちゃうことと、あとドヤ顔です。はい、ドヤ顔です。全てドヤ顔とご飯です。ご飯大好き。ご飯ってどういうことを想像するの？何を見てどう想像するのか。例えばセリフにデューセンバーグってあるんですよ。あれがハンバーグに思ってる。車の名前だからね。はい、あとはもうなんか今思っていることをぶちまけてくれってオーディションに言われた時に、親子丼食べたいって思ったり言ってた、ね、実際言いました。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。それでは取材会以上で終了させていただきます。今年もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。食べ物。食べ物。私はティッシュをケーキに思った。